サイモン B ・バックナー、サイモン・ボリバー・バックナーシニア、1823年4月1日から1914年1月8日は、アメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争の時は南軍の将軍として従軍し、1862年のドネルソン・トリデの戦いで、ユリシーズ・グラントの有名な無条件降伏要求に屈服した士官である。後に、 ケンタッキー州知事となり、1896年、アメリカ合衆国大統領選挙では、国民民主党、ルイはゴールド民主党で副大統領候補の指名を得たが、当選は果たさなかった。バックナーは、ケンタッキー州ハート郡マンフォードビルのグレンリリー荘園で生まれた。名前は、シモン・ボリバルにちなむ。1844年にウェストポイントの陸軍士官学校を卒業し、 第2アメリカ不評連隊の名誉将尉に任官された。その後ウェストポイントに地理学、私学及び倫理学の助教授として戻った。米国戦争の時、連隊の補給係将校を務めた。チュルブスコの戦いで負傷し、コントレラスの戦いとチュルブスコの戦いの功績で、中尉に森のデルレーの戦いでの功績で大尉にそれぞれ名誉侵した。 米国戦争後、ウェストポイントで不評戦術について、教官法を務め、1848年から1850年、その後返教任務、徴兵任務及び兵団部に就いた。1854年、ウェストポイントとメキシコでの旧友であるユリシーズ・グラント、大尉が陸軍から除隊試験に帰る金がなかったので支援した。バックナー自身も1855年3月に、 除退し、イリノイ州に移って、シカゴの家の資産を運用し成功した。イリノイ州民兵隊では、当初少佐で、1857年には、大佐と総務部長として仕えた。1858年に、ケンタッキー州に移り、ケンタッキー州民兵隊では、大佐の任官を受けた。南北戦争が勃発した時、バックナーは、ケンタッキー州民兵隊の少将で指揮官だった。 ケンタッキー州は北軍と南軍の支持で分裂しており、議会は北軍派、州知事は南軍派だった。このためにケンタッキー州は交戦する両軍の間で公式に中立を宣言した。民兵隊を支配する州当局は脱退主義者を支援するものと考えられ、その武器を保管するよう命じた。バックナーは1861年7月20日に辞任した。 南軍のレオーニダスポーク将軍がケンタッキー州コロンバスを占領し実質的にケンタッキー州の中立を犯した後でバックナーは1861年9月14日に南軍の巡将として任官した。州民兵隊の正式な指揮官をしていた時の部下の多くが突き従った。バックナーはボーリンググリーンに駐屯するウィリアム・ J ・ハーディ将軍の 中央ケンタッキー軍の師団指揮官となった。1862年2月、この時北軍の順将になっていたユリシーズ・グラントが、テネシー川側のヘンリー・トリデを占領した後で、グラントはカンバーランド川沿いのドネルソン・トリデに目をつけた。西部戦線における、南軍の司令官、アルバート・ジョンストン将軍は、ドネルソン・トリデを守る順将たちの一人として、バックナーを派遣した。 全体の指揮官は政治的影響力があるが、軍事的には素人のジョンブ・キャナン・フロイドだった。同僚としてはギデオン・ J ・ピローとブッシュ・ロット・ジョンソンがいた。バックナーの師団は砦とドーバーの小さな町を取り巻く南軍の残酷戦の右翼を守った。2月14日、南軍の将軍たちはこのままでは砦を守りきれないと考え、その時ナッシュビルにいる。 ジョンストン軍と合流することを期待して突破行の作戦を立てた。翌朝夜明けにピローがグラント軍右翼に強力な攻撃をかけ、一内市にマイルも押し込んだ。バックナーはその軍隊のチャンスに自信が持てず、ピローとは職業上の折り合いも悪かったので、2時間以上もピロー隊への支援攻撃を控えさせ、このためにグラント軍は援軍を寄せてその前線を立て直す。 時間が取れた。幸いなことに、バックナーの遅れは、南軍が包囲されている砦出から逃げ出すための活路を開くことを妨げなかった。しかし、この時に、フロイドとピローはその部隊を元の残豪戦に戻す命令を出すことでこの日の苦労を台無しにした。その夜遅く、将軍たちは作戦会議を開き、フロイドとピローはその日の働きに満足を表明したが、 バックナーは現実に砦を守るチャンスもなければ確実に補強されているグラント軍から逃げ出す能性もないことを分からせた。バックナーの敗北主義的感覚が会議を支配した。フロイド将軍は北部に捕まった場合に反逆罪で裁判にかけられることを心配しており、バックナーに降伏の前にバージニアからのニコ連隊を連れて脱出する時間をもらえるよう保証を求めた。 バックナーが同意し、フロイドは指揮権を部下のピローに渡した。ピローは即座に辞退し、指揮権をバックナーに回し、バックナーが後に残り降伏することに同意した。ピローとフロイドは脱出に成功し、また騎兵隊指揮官のネイサン・ベッドフォード・フォーレス大佐も脱出した。翌朝、バックナーは北軍に使者を送り急戦と降伏条件を決めるための代表会議の設定を求めた。 バックナーはグラントが困っている時に親切にも援助したことを覚えておれば、グラントが寛大な条件を提示するものと期待していた。しかし、グラントはその給油に何の同情も示さず、その回答には無条件で即座の幸福以外いかなる条件も認められない。即座に取を明け渡すことを提案する。という有名な文句が入っていた。バックナーは選択肢がなかったが、 次のように答えた。あ、帰化。私の指揮下にある軍隊の配置について予測していなかった指揮官の変動が起こり、あなたの指揮する圧倒的な軍隊のために、昨日の南軍の輝かしい成功にもかかわらず、あなたの提案する協力で引き指導的な条件を飲まざるを得ない。グラントは降伏した後のバックナーには寛大であり、今後予想される補修の間の面倒を見る金を貸すと、 提案したが、バックナーが辞退した。降伏は、バックナー自身にとって、地辱だったが、南軍にとっても1万2000名の兵士と装備を、失う戦略的敗北となり、カンバーランド側の支配を失った結果、ナッシュビルまで明け渡した。バックナーは、ボストンのウォーレントリ出で、戦争捕虜として収監され、8月15日に、北軍のジョージ・エ・マッコール将軍との捕虜交換で、 釈放された。翌日バックナーは少々に昇進した。バックナーは、ブラックストン・ブラック将軍による1862年のケンタッキー州侵攻に加わり、ペリービルの戦いでは、テネシー軍の師団指揮官として戦った。その後メキシコアンチク指揮官に配転され、1863年4月までアラバマ州モービルの守備に就いた。テネシー軍に戻ると、カマウガの戦いでは、 軍団指揮官として戦い、ノックスビル包囲戦では、ジェームズ・ロング・ストリート将軍配下の師団指揮官となった。1864年春、東テネシー方面軍を指揮したが、かなりの期間をリッチモンドで過ごすことになり、そこで趣味の詩を書いていたので、詩人のサイモンと呼ばれるようになった。1864年8月、バックナーは、軍団指揮官として、 ミシシッピ県軍に配転された。9月20日には中将に昇進し、エドマンド・カービースミス将軍の参謀長になった。バックナーは南軍が降伏した後、1865年6月9日に、ルイジアナ州シリーブポートで釈放された。釈放の条件のために3年間は、ケンタッキー州に戻れなかったので、ニューオーリンズに住み、デイリー・クレセント紙のスタッフとして働いた。 1868年に資格ができたので、ケンタッキー州に戻りるイビルのクーリー編集者となって、1887年まで務めた。この期間に多くの元南軍士官と同様、連邦議会にアメリカ合衆国憲法修正第14条に規定される市民権の回復を請願した。1887年、バックナーは民主党員として、 ケンタッキー州知事に当選し、1891年まで、勤めた。1896年のアメリカ合衆国大統領選挙では、国民民主党、あるいはゴールド民主党で副大統領候補の指名を得た。その時の大統領候補は、ジョン・ M ・パーマーであり、北軍の元将軍だった。民主党の大統領グロバー、クリーブランド政権下で起こった。 経済不況のために民主党は分裂し、大統領候補にはウィリアム・ジェニングス・ブライアンを指名した。バックナーはブライアンが要求する銀の自由鋳造、すなわち銀の金に対する価値を16対1に設定し、その価値で米ドルに結びつける考えに反対した。この考え方は、当時の世界の商品市場で銀と金の価値が約32対1になっていたことに対抗していた。 バックナーは、ブライアンの考え方では、アメリカ経済を滅ぼすと考えた。この現実離れした運動を実行する中で、19世紀の政治運動として、古典的自由主義の最後の抵抗を試みた。バックナーや他の国民民主党の創設者は、民主党をトマス・ジェファーソンやグロバー・クリーブランドの言う、小さな政府を守る手段と見ており、ブライアンに裏切られたと考えた。 民主党員を目覚ましさせた。党執行委員会は、その最初の公式声明で、民主党は、各個人の能力で、援助もなく、法律で縛られなければ、自分自身の幸福をつかめると考えていたのであり、その、やりたいことを平和的に追求する権利と機会は、その行動が、他人から、同じような権利と機会を享受することを奪わなければ、それを保持できる。言論の自由。 思想の自由、通称の自由及び契約の自由の立場に立ち、それらはすべて民主党の一世紀にわたる時の声、個人の自由で主張されてきたと宣言した。国民民主党は民主党の通過傍聴論政策と共和党の保護主義を批判した。パーマーとバックナーは一般投票で得票率1%以上を獲得した。明らかに、 国民民主党の考えを支持する多くの者は共和党のマッキンリーが金本位制を支持しそれが選挙に勝つ可能性を広げると認していたのでマッキンリーに投票した。バックナーが死んだ時南軍の順守以上の士官では最後の生き残りになっていた。ケンタッキー州マンフォードビルで死にフランクフォートのフランクフォート墓地に埋葬されている。その息子。 サイモン B ・バックナージュニア、1886年から1945年は第二次世界大戦の沖縄戦で戦死したアメリカ陸軍の中将である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。